のそれぞれの初リアルに密着した番組です。本当に初めて会う2人が見せるウェイウェイさ、緊張感をお楽しみください。はい、ザ・リアル、はい、どうですか。始まっちゃったよ。始まっちゃいました ね、 ね。いやもうなんかこの企画にまず出させていただくというか、わかる、なんでこの2人なんだろう。ここもね、そう、あの10分ぐらい前に初リアルっていう状態なので、はい、じゃあゆうやです。いつもないもんチャンネルで出させていただいてます。見ていただいている方はご存知かと思うんですけど、この間25歳になりまして、職業は、保育園の栄養士をしています。かわいい。嘘でしょ。かわいい子供たちを見て給食。あれでもビジュアルで保育園勤めだもん。そうなんですね。すごいオプションね。よろしくお願いします。はい、かわいい。はじめまして、泉セクシーです。ないもんチャンネル、はじめましてですよね。一応ドラッグクイーンとしてですね、東京で主に東京で活動しております。あとはですね、マロヒエというバーで、ホステスなんかもしてるんですけども、そんなところですかね。37歳になりました。そうだわね。そう、さっきね、ゆうやくんと大体とが一回り違うっていうので、そうだよねって。もう37年間生きてたらさ、そういうこともこうなんかなんていうの、まともに会話しなきゃいけないっていうかね、そういう時代だなと思って。どうですか、リアルとかって。そうですね、まあ、あとですね、このコロナ禍っていうのもあって、なかなか始めましてを最近はしてないかなとは思うんですけど、やっぱり、まあ、いい思い出のやつもあったり、クソって思うような。クソってどうなの。見える範囲でいいよ。普通にご飯に行くっていうお約束だったんですけど、気づいたらあれ、こことこかなみたいな。あ、なるほど。酔っ払ってたわけじゃないんですけど、うん、それは乗ったの。あ、そこそこはちゃんと断ったんです。軍配行く。理性があるもんね。そうです、そうです。私はもうしばらくしてないのよ、そういうリアルとか。そうなんですか。リアルのドキドキみたいなの私は忘れてしまっているので、だからぜひね、この番組であのそういうね、あの初々しい方の VTR を見て、なんか忘れて、どこかに置き忘れてしまったものを取り戻せたらって私は思ってるんですけど、そういう意味でもちょっと楽しみです。はい、楽しみです。はい、それでは早速 VTR の方を見てみましょう。Trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize it, baby. やっかよ。そうでしょ。あ、はじめまして。どうも。ベンです。あ、よろしくお願いします。お願いします。待たせてごめんなさい。やっぱすごい緊張する。あ慣れてる。慣れてない。出身とかどこなんですか。あ、東京。東京の、はい、どこら辺の。東京のなんか西の方。まあ、西の方。ずっと親も。あ、そうです、ね。多分。多分。そうかね。うらやましいなと思います。僕、そうなんですか。そう、田舎の方だから。うん、そう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 。岩手ってご存知ですか。ああ。わ、はい、かんないと思います。海沿いなんですけど、そうそうそう。タイプとかどういう人。え、タイプとか一人二人とか。わかりますね。 あんまりちょっと気にしない。してない。結構気にする人多く。あ、そうですね、うん、一人がいいとか二人が嫌だとかね。僕もあんま気にしない。あ、気にしない。そうそう。乾杯。普段休みの日は何してる。あ、休みは、うん、なんか結構休日バイトが多くてね。大変そうなんだ、うん、休日は、うん、まあ学校って感じで。学校何系の学校なの。なんか、まあ理系。理系理系頭いいんだ。そんなことないと思う。絶対頭いい。じゃあ今大学1年生で。あ、そうですね。あ、ありがとうございます。これいきなり食事って勇気あるよ、はい、なんかさ、食事ってさ、まあ、そう、ピンク、ピンク、本当にピンクだ、ね、初恋とかも。初恋ね、でも何歳ぐらい。
なんかね、中高男子校だったのよ。はいはいはい。え、多分そっち何かあったのそれ。何かなんか何かね、何かね、いろいろあったんですよね。いいですよね。何か憧れの人ができたりした、うん、なんかこうなりたいなみたいな、そうなっちゃったの。そうなったそうなっちゃったの。何か玉森君も、うん、甘がきってさ、うん、なんかしょっぱいのが好きとか甘いのが好きとかあるよね、みんな。うん、しょっぱい方が僕は好き。どっち好き？甘いのが好き。甘いの。ちょっと合わないね。スパイシートークで年上の。甘いの。やばいやばい。でも実家の、ね、親が作る味って言うから、ね。ああね。うん。てか溝端淳平似てるって言われない。あ、そう言われるの。めっちゃ似てる。言われるの。いや、私マイケンさん似てるから。結構言われる。うん、嬉しいし。でも最初言われた時誰だったの。言われない。目元似てる、うん、かな。言われると思う。うん、って感じですね。ちゃんとしたね。メイン食ってないよ。おあ、ちゃんと恋人っぽくないこの梅に当てる。かわいいですね。熱いかなと思ったね。猫舌です。あ、そうなんだ。そうよ、年上とか年下とかジャブ打たないと。あ、別になんかあんまりこんな極端に上下なければ、うん、あー、うん、なるほどね。ね、極端に親超えたり、そうそうとかね、なんかすごい下とかね、とかなければ別にそんなに上手よ。確かにね。レンスも俺なんか全然リアルしてないから、うん、初リアルとかもう本当にさっきさ3年ぶりとか。え、全然やってるの。なんで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 だろう。なんかそんなに、なんだろう、今の友達で満足してる感じがある。そうそう、周りがね。そうそう、周りがね。もう10番がすごい、すごい。結構友達はいる。こっちの人全然、全然いない、うん、確かに。あ、活動もしたばっかとかないです、うん、霊活動はしたばっかとかってるっていう感じじゃない。まあ、なんかそんなになんか派手に活動してないから。派手に派手に、そう、派手そうね。派手にしてない活動。なんか、ちょいちょいって感じ。ちょいちょい、うん。すごいですね。すごい。だからさ、ホモセクシャルなんだけど、不女子なのね。はいはいはい、はい。なんかこう、男の人2人がこういうのやってる時点でもうなんかキュンキュンしてる。あそこもしかしてみたいな。そうね、そうそうそう。どうですこの今の前半のやりとり見て。前半のやりとり、まあでも、レン君の、うん、大人な、ね、感じのリードもありつつ、そう、あずきくんがちょっと緊張もほぐれてきて、うん、しかもなんつうの、そのレンさんがあんまりさ、本気でがましくない年上の感じだから、うん、いいよね、あれ圧がないっていうかさ、じゃいけるもんだって属性なんだろうね。属性難しいですね。ワイルドベアかな。あー、うん、私がいいねしても、家に帰ってこないタイプの人だわ。悲しいのよ、まあ、ね、そう、そういう悲しみを経てさ、こうやってリアルにこぎつけたんだから、すごいよね、この二人はね。今、出ていただいたお二人のプロフィールを、待ってた側の、あつきくん。あつきくん。前身長が170cm、うん、体重58kg。うん、18歳、うん、東京の出身ですね。西の方、西の方とふわっとしてましたね。ふわっとしてましたね。西の方かしら。とかじゃ、とかな。とか、うん、こっちの方ですね、はい。で、後から来たのがレン君、はい、身長173cm、うん、体重80kg、うん、30歳、岩手出身です。いいスペックね。なんか出身地も含めて北の朴訥とした男ってちょっとエッチじゃん。そうそう、
雪深い時間が長いから、なんていうの、自分の家にこもるタイプの方が多いね。秘めてる。そう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 。やったい人多いかもしれない。だからもしかしたらレンさん、ね、ちょっと東京ナイツされてるけど、実は面倒くさい人かもしれないね。そう、ちょっと見物じゃな い, い, い。そういう部分が見えるかどうかっていうのを見たいわよね。ちょっとわからないので、はい、先も見ていきたいと思います。行きましょう。ん？何歳？30。30過ぎたってこと？うん、今年31かな。リアル。リアルって何？ご飯のリアルってあんまりやったことない。もうないかもしれない。どっか遊ぶとかね。全然なくてさ、なんかいきなりやるしかない。そういう話。そうだから調子なんかなるよね。もうでも最初そうだったかも。俺でしょ、うん。男だもんね。そうなんだよ、ね。しょうがないよね。そうなんだよ。それ隠すのかなと思った。綺麗な話にしなきゃ。綺麗な話ね。すっごい難しいよね。女の子じゃないんだからさ。ポジションはどっちなの？綺麗な話。ちょっと軽いじゃないですか。僕はもう綺麗な話。実際にあるってそんな話になるよね。めっちゃ受けた。すまた見せるな。計画しまんじゃん。彼氏できたらデートどこ行きたいとかある？普通に旅行とか好き、なんか行ってみたいなとかっていろんなところ、うん、本当なんか海外とかも行きたいなって感じは、うん、今行きたいとこは、うん、なんかね今年のね、うん、今年去年かの10月になんかどっか旅行行こうとしてて、うん、ちょうどコロナあったんだけど、うん、それでやめたんだけど、ちょうどなんかね、うん、たつき君いつの間にかさ、去年の10月に、なんか海の方が、インドネシアとか行っちゃえとか思ってたんだけど、すげえじゃん、インドネシア。楽しそう。だから海がね、綺麗なとこいいなと思って、うんうんうん、そういうとこだね、毎回の。海外でも俺、あんまないんだよね、うん、タイしかない。あー、うん、タイ、タイ行ってみたいってくだらない。何ね。何はどこら辺？なんだっけ。あ、どこ行ったんだっけ。パタヤ？なんだっけ、あそこ。うん。なんか。うん。でもなんか友達が行くとこ全部連れ回されてる。あ、そんな感じ。楽しそうで。え、楽しかったよ。大学の友達なんだけど行ったの。なんか。待って、聞かない話。やばいやばい。あ、でもなんかそのね、パブとか友達が行ってる中、そのゲイタウンがあるって知らなかったから。そうよ、絶対知ってるよ。それはちょっと。あ、なんて言うんだろう、タイのそういうとこで、そうホテルで待ってた、それだけ。で、帰ってきて、友達にタイ行ったって言ったら、うん、ゲイタウン行ったのみたいなこと言われて、え、あったのみたいな。行きたかったんだな、みたいな。いや、そういうのじゃなくてね。そういうのじゃなくてね。普通に楽しみたかった。そういうのじゃなくてね。また来たいね。スイーツタイムなの？そう、新宿はよく来ることある。あ、そう、全然来ない。そんなに慣れてない感じ。あ、これからどうする？うん、なんかここら辺ふらつく？うん、なんか釣ってる。あ、ゲーセンもあるし。何それ？ゲームセンター。ああ、ボーリングもあるし。あ、歌舞伎町の方行ったら。うん、そうなの。そうなの、うん、あそこら辺何でもある感じ。結構本当に何でもある、うん、遊べるかな、うん、ずっと行ってると飽きるけど、うん、虫食える。ボーリング場で虫食える。何それ？虫、なんかタガメみたいなやつ。そんなのあんの？気持ち悪い。いや、面白そう。その気持ち、美味しくないし。美味しくないか。何に罰ゲームよ。罰ゲームよ。なるほどね。受けた時の。ぜ
時間じゃない。あ、行こう。行きましょう。ボーリング。あ、よし食う。よし。すごい。絶対食いたくなる。あと。ハロー。行きますよ。はい。リアクションだと私たち制服の悪さが露呈するからよかったねー長い本当にウィンウィンっていうかねちゃんとねえ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 久しぶりにこうやってしっかり始めから終わりまでの釣り合いをしかも見るそうね観客として見るってなかなかできない体験だけどどう予想としてはこのままこの2人は行くか行かないかでも12個っていう年が、うんまあ、一般的ではないじゃないですかまあね小柳ルミ子と大隅健也ぐらい離れてるからちょっと僕は分からないもうそこ13離れてるそうなんですねでもねなんかよくうちお客さんで年すごい年の差のカップルいらっしゃるんだけどあんまりにも離れてると、はい、もう 別次元の生き物だからいろいろ許せるとは言ってたけどあそうなんですね、うんそこがね、どうなるかわかんないんですけども、うんうん、お互いがカチッとはまれば良くなってグッドカップルになるんじゃないでしょうか、うん、そんな感じがしますねはい、はい、ちょっと蓮くんなりたいなそこに行きましょうかそうだねザ・リアル、はい、初めてでしたけど、いかがでしたかいや、もう本当に初々しい2人を見て、うんなんかリアルってこんなだったなとか早ないやっぱ25歳で初めましてっていうのがなかなかないので、うん、こういうのをねどんどん見ていけたらなと思います、うん、分かりますその人は私はもうそれこそねしばらくどこかに置き忘れてしまった何かゲイとしての大切なものを見させていただきましたちょっとこれ活性化したわ本当ですか、うん、内側がじゃあ負の部分負の上の部分がどうなんだろうね消えないと思うけど、ちょっといいな、ごデートしたいなと思いました。はい。2人の初リアル、いかがだったでしょうか。ダイモンチャンネルでは、このザ・リアルに出てみたいという方を募集しています。応募方法は概要欄に、記載しているので、そちらをご覧ください。またこの番組がいいねと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。レン君。見てるちゃんとしてる人だなって楽しく過ごせそうですあ、レン君はまあ、はい、タイプですえ、緊張しました、普通に結構静かな子なのかなと思ったんですけど喋っていく間になんかこう笑顔とか見れたりしたんでなんか印象はいいですね、うん、なんて言うんだろうまあ話しやすいかなとは思います、うん、可愛いと思います、うん